ちゃんはいはいチョルトですラリルラルデイエーオーレン君来ましたよ沖縄上陸いたしましたあまー今回ね沖縄のクラブリードというお店に来てるんですけど僕が誕生日なんでね各地域に回っておりまして今回は沖縄編ということで動画を撮らせていただいておりますよいしょいいね元気がええわ、まあ、今日は沖縄のホストクラブ営業中どんな感じなのか気になりますねでしょうん、まあ、北海道前回やったじゃないですかそうですねあの時も北海道の良さが存分に出たと思うんですけど沖縄は沖縄で、まあ、僕何回かこう来てるんですけどイメージで言ったらねぬるーりぬるーりみたいな感じ一緒に飲んでるみたいな感覚がありそうですねこうラフにああそうやねなんかいい感じにねでまあもともとあのホストって何ですかっていう質問されたこともあるし、はいはい、ホストっていう文化があまりない地域なんでもうすごいよあの朝さバイオハザード系ですかどえらいもう新しいですね俺それ対応した時すごい対応したのかどんな対応したんですか帰ってくれるいやいやそうだ言うてないけどそこぐらいまでねヤバい人に今日は出会えるかもしれんそうその辺もちょっと楽しみバッチリ撮らせていただきますドア開いた思ったらはい詰まってくるそれでは沖縄ホストの実態まで3、2、1まあね今ちょっとオープン前なんですけど従業員がねこんだけ俺にお祝いしてくれましてガキにはやってるねどないですか今日今日は一番僕がチョルさんのお祝いするんでほんまかいな、はい、任せてくださいマジはい頼むよはい なかったら俺あるでいやまあまあまあ期待しといてください頼むわお願いしますみたいなんで映ったらぜひ覚えたくてさ楓という名前あはい楓って言うんでよろしくお願いしますみんなどんな今日してくれるんやろな喋ってるねすげえ色の作品がそうですねめちゃくちゃすんなどないですか今日一応社長なんですけどはいお祝いの方していただきます大丈夫任せてくださいマジ、はい、この服着ていかんかったら追い出すでそうっすねマジで頼むよでカルマって言いますレイジね僕はもう絶対行きます絶対はい、ガンズ自身だもう、行きますほんま一番入った歴では短いよねそうっす、短いです沖縄は男も多いですねみんな沖縄出身いや、僕だけですあ、僕も沖縄です、半分だけ半分沖縄どこ僕、愛知ですなんでやねんやりまーすやりまーすなんかね、あの、プレゼントはね、やっぱ誕生日だやりまーす沖縄やなありがとう沖縄やもう色とかも沖縄やもんねプレゼントをバックするいいですか、中にありがとう知ってるな俺が吸ってるところのアイコスの種類タバコいただきましたありがとうイエーイ、はいペンピンさん、本日、今日から2日間、チョリゾー社長の沖縄イベントということで、一発目にこうやって、お祝いという形にさせてもらって、ほんまにありがとうございます。沖縄、どう思ってるか分からへんけど、大阪と栃木と名古屋と北海道と東京、どこよりも沖縄が一番飲むぞみたいな感じを見せているんで、よろしくお願いいたしますイエーイ全部カットで一番行って良かった名前叫んだわけですよっしゃ行きますよ最高よっしゃーはい、ベピーサプライズぐらいにありがとうございますよい東京から芝居で来ていただきましたありがとう、まあ、今日もね、しっかり、たくさんね、お酒飲ませていただいていつもほんまたくさんのお酒をね、飲ませてくれて全体にね、頑張っておろしてくれるということで沖縄来てね、飲みたいということで6発行っていただきました先月も頑張ってくれたんですけど今月ね、まあ、1000万売りたいなと思ってるんでベピーに力を貸していただいてありがとうございますということで今月1000万売りますありがとうございましたありがとうございます
ありがとうございます。うちの横浜流星、いや、じゃあ、吉岡蓮がね、沖縄バージョンで、お送りさせていただいてると思うんですけどね、今月は1000万狙ってると。その中で、東京から来ていただいてね、こんな、感謝しなあかんことなんてないかいないか。これからは、感謝の気持ちを、形であり、言葉であり、ちゃんと伝えれる。今まではダンスやったかもしれんよ。ハーンしたら済んだかもしれん。こんなんですまん。俺なんか感謝絶望や。実家の前にはね、変なおっちゃんと3人おったっていう、弟から聞きました。ありがとうございました。はい、シャーパー、シャーパー、はい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 、カラクライチュー、結構欲しいなぁ。他のホストに負けたと思ってほしいかな。うん、僕だって多分今日目つぶってて勝ったんですよ。大体ねウィークしたら勝てるんですけど、次は目覚ましてほしいなと思います。これはでも僕に勝たないと他のスクラムの人に勝てないと思うんで、先輩として言えるなら悔しいなって思ったら次勝ってマイク持ってほしいなって思います。これはファービークレイには言えない一言だと思うんで、僕代わりに言いました。ありがとうございました。おはようございます。あ、お疲れ様です。お疲れ様でした。はい、いや、ちょっと眺めてました、外を。外を眺める、はい、沖縄の景色をね。全然景色悪いけど沖縄でホステルって楽しい。楽しいですね。あ、まあいいの、イケイケなんで。雰囲気綺麗やし、雰囲気綺麗やし。ほんま、ちょっと頑張ろうな。応援してる。回してください。めっちゃ言いたくないこと言っていい？はい。画質めっちゃ汚いわ、これ。ごめん。いやー、なんでなんすか。ごめんな。いや、もう何回も映してくれ映してくれ言うから映したるわ。もう無理です。言ってるよ。映してくれ映してくれ言うんやったら店のためになる一言なんかちょうだいよ。やっぱそう、沖縄のホストもう最高に一番楽しいっていう自信あるから、ここのホストしたい皆様、まあ俺みたいにかっこよくなれて、まあまあそこまで言えへんけど、一回まあ飲むとこ見てて。一番もう人生に花咲かせたい人は沖縄のクラブリードをぜひ来てください。待ってるかよ。ぽや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 。いいっすか。まだ。いや、盛り上がってますね。見に行きますか。覚えてくれてから、でしょ、でツイッターでインスタライブでコメントした、読んでくれてからめっちゃ嬉しかった。でしょ、最近コメントしたの。でしょ。もうめっちゃ嬉しかった。わかるに決まった。いや、やっぱりちゃいますね。誰がですか。いやいや、可愛い女の子横にはアルファンドですかい。アルファンドピンクが好きだ。おめえやって。ええねん、お前ややこしい。そっち来て付き合ってからどれぐらい。半年ちょい。どこに惚れた。優しさとか。優しさ、都会で出会った時に、都会の時に、まあ、話があって。あー、まあ、よくあるフィーリングがあって。共通の我々はこういうエッチとかした。いやいや、別に聞きたくはないでいて。未来系ですよ。ダサいな。お前、そのスーツ着てやってない。終わってるから、どうなんですか。やっぱり
あ、一応変わってない。でも顔面で。顔面プラス。一緒にいて楽しい。ああ、楽しい。全然話しょうもないで。ええの？ライン返さんけど、普通に楽しい。ライン返す。ああ、ちょっとダメ出しやん。ちょっとダメ出し入ってる。だから、これからも沖縄のビールよろしくお願いします。ありがとうございます。チョルさんのために頑張ります。なんで？いやいやいや、担当のために頑張れよ。チョルさんのために頑張ります。褒め方が素人。いやー、沖縄ですな。え、それ。なー、無理してるな。どう、やっぱり沖縄のリード楽しんでくれてますか？あー、かわいい。どうだな、その経営が。溢れたっていうだけ。ごめんな、俺はあの、ずっとおらんから。普段はありがとうって言うの、照れくさいと思うけど。カメラに向かっていったかっこよく。パワーまでしてくれた。おぉ、パワーましてくれて、ありがとう。いやいやいや、ちょっと、あとね、ありがとうっていうのは基本的にちょっと難しい。ちょっと照れくさい。そやろ、そういう方よ。沖縄はほっこりする。これがもうリード、よろしくお願いします。お願いします。